今ご紹介に預かりました谷村敦史と申します。今日は南極の話をさせていただきます。自己紹介はまたお用意させていただくということで、南極というのはですね、普段の生活ではほとんど話題に上ることはないんだろうと思います。でも南極というのは皆さんの生活に密接に関係していることもありますし、非常に重要な場所です。そういう、少しですね、そういう話を今日させていただきたいというふうに思っています。話をさせていただきます。今日の講演はですね、南極から見た、地球環境変動、そういう題です。特にですね、南極の陸、大陸ですね、それから海で、南極大陸、南極海で、起こっているさまざまな、事象の変化、環境の変化ですね、そういうことについて、お話をして、地球の未来についても考えてみたい。で、最後には今日の全体のテーマは美しい人の海を次世代へというタイトルですけど、そういうことのですね、少しでも役に立てばというふうに思っております。それで、今日はお話の内容としてはですね、少し難しいかもしれないですが、現代と時代の特徴、それから、地球は本当に温暖化しているのかというような話、それから、南極も同じように温暖化しているのかどうかっていうようなこと、それから、最後にですね、南極海の生態系の変動について、少しお話をさせていただきたいというふうに、思っております。それで、私の、自己紹介ですが、私は先ほど言いました谷村敦史と申します。前職はですね、ここに書いてあるシステム、情報システム研究機構国立極地研究所というところに勤めておりました。そこで南極、ここの極地研究所というのは南極観測の中核機関です。立川でありますけれども、そこで、ずっと仕事をしておりました。で、戦後はですね、今日の最後のところに出てきますけども、南極海の海洋生態学、南極極域海洋生態学ですね、そういうその海の、生き物が物質循環にどういう役割を演じているのかというようなことを、研究してきました。で、南極のはですね、都合9回南極に行っております。ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけども、最初行ったのは1977年で、最後に行ったのが、2011年ですね。まだほぼ40年ぐらいにわたって、南極の研究をしてました。それで線を引いてあるところが、小学生越冬した時ですね、1981年から83年と92年とから94年、これが2回昭和基地で越冬しております。で、これがその時のですね、越冬の交代、1983年の2月の越冬の交代、ちょうど今、昭和基地越冬交代したばかりの時期ですね。越冬交代を送る時です。私どこにいるか分かりますでしょうかね。私はですね、これが私です。30代そこそこ、ね、そういう時の、写真ということです。それで、じゃ あの、南極の、温暖化とかそういう話に入る前にですね、少し現代という時代の特徴というのを少し皆さんに、お話をしたいと思います。現代の特徴は何かって問われるとですね、人とそれぞれ違う答えが書いてあると思うんですね。ここではそこには小さく書いてありますけど、松井忠則さんという人が宇宙人としての生き方という矢上新書に出されている、その本を参考にしてお話をさせていただきます。で、松井さんはですね、
現代という時代の特徴として3つほど挙げています。で、1つはですね、地球が1つのシステムとして見える時代、こういうふうに言っています。で、これは地球を1つのシステムとして見ることができる時代と言ってもいいかもしれませんけども、ですね、これは宇宙に漂う一つの全体として、地球が見える、そういう時代に入ってきたんです。で、我々はそのシステムの中のに組み込まれた存在として、認識をすることができるようになった。これは1960年代の米ソの、冷戦時代のですね、宇宙競争、あの頃からこういうことが起こってきましたね。まあ、この背景の写真、これはまさに、地球をその宇宙から捉えた写真ですね。それから2つ目、これは人間圏の誕生ということです。で、地球システムというのはいろいろ岩圏とか、汽水圏とか、大気圏とか、生物圏とかってありますけれども、そういう地球のシステムの中にですね、新たに人間圏というその、サブシステムが誕生したというですね。まあ、文明といっても置き換えてもいいかもしれません。これがいろんなそのエネルギーとかそういうものをこの生物圏とは違うその人間圏の中に、取り込み出している、まあ、そういうそのイメージですね。それからもう一つ、三つ目、これは駆動力の獲得という、この、地球システムの物質とかエネルギーの流れを自由に変えることができるようになった時代、ね、いろんな機械、まあ、石油に、象徴されるようなですね、ああいういろんなもので我々はですね、自由にエネルギーを付け替えることができる、こういうその時代になってきたんですね。それで今やですね、地球環境問題というのはまさにこういった現在と時代のその3つの特徴によって起こる文明の問題、まあ、そういうふうに言えるかもしれません。で、まあ、そういうことで今じゃあ我々が抱えている問題は何だろうかということなんですけども、まあ、地球上ではですね、さまざまな生態系が存在して、まあ、これらの生態系に支えられたいろんな生き物が生息しているわけですね。で、大体地球上には、まあ、200万種ぐらいの生物がおります。それでそういう一つ一つの生物というのはですね、その生態系の一員として経の均衡とか調和、ちょっと難しい言葉ですけど、そういう中に身を委ねているんですね。ですから人間もある時までは200万分の1のメンバーのその一つの生物にしなかったんですね。ところがですね、人間というのはその先ほど言いましたけども、動力の獲得ということを通してですね、こういうそのいわゆるまあ生物圏といってもいいかもしれません、この圏から抜け出しちゃって自ら築いた社会とか文明に依存して、その活動っていうのがですね、回復不可能な環境界を持たす力を持つまでになってしまう、それが今の時代ですね。そういうことで21世紀っていうのはですね、こういうそのますます深刻となるその地球環境問題の対応を強化して、要するに我々が持続的に人類が生存し得るような道筋を見出すこと、これが不可欠です。それが21世紀の我々の与えられた課題ということになるだろうと思いますね。それでじゃあこれがその拡大する人間圏の象徴です。これは宇宙から捉えた地球の夜景です。
これでそのどこが豊かな国か、どこが貧しい国かっていうのが大体分かってしまうんですね。これほどまでに我々はその人間権というのものをその象徴する写真はないと思うんですけども、こうやってですね、地球というのは人間権が拡大していってるわけですね。まあ、それが、まあこの地球環境問題の一つの、まあ、根源的な問題ということになるんだろうと思います。で、じゃあ地球は温暖化しているのかということなんですけれども、1980年代ぐらいまではですね、地球の気候っていうのは寒冷化すると、そういうふうに言われていたんですね。ところが、まあ、今ではですね、地球は寒冷化するんじゃなくて温暖化の時代にあるということは、これはまあ主流になっています。それで、その温暖化しているという、そういうその、まあ、意見が主流になったのはですね、まあ、よく皆さんよく、聞くと思うんですけど、 IPCC、ね、気候変動に関するその成果パネルっていうのを IPCC って言いますけども、これが、この組織がですね、まあ、これ国連の組織ですけれども、この組織がですね、数年に一度ぐらい報告書を書いてます。で、今第5次の報告書っていうのが2013年に出ました。で、そこで、温暖化には疑う余地がないという結論に至っています。で、その、20世紀の半ばのですね、温暖化の主な要因というのは人間の影響の可能性が極めて高いと、それは 95% 以上がそういう可能性が高いということを報告しています。で、この下の、図ですけれども、これはこれから地球表面がの平均温度がどれくらいになるかというふうな、まあ、絵ですけれども、まあ、大体、高いところでは極域の方というのはこっちの方ですけれども、7度か8度ぐらい温度が上がると言われています。それほど、ですね、これからは温暖化が加速するんだということを警告しております。で、その温暖化というのはですね、の要因としては人為的な温室効果ガス、まあ、一言で言えば二酸化炭素ですね。これが一番温室効果を高める液体です。この温室効果が、その二酸化炭素による可能性が極めて高いということ、これもこの IPCC の中では、報告しております。それで、ですね、実際にこの100年間の世界の平均気温の変化というのは大体、まあ、1880年から2012年ぐらい、1880年頃からですね、世界各国で、気象観測というのをやり始めたんですね。そこから、非常に精度のいいデータが取れてますので、それで見るとですね、大体この100年ぐらいで 0.85 度ぐらい、気温が上昇しています。それから、最近の、30年ですね、の10年平均ではですね、かつてないほど暑くなっているということが示されています。じゃあ、温室効果というのはどういう仕組みで起こるのかということですけれども、地球の温度というのはですね、太陽、熱源は太陽です。で、太陽から、放射、エネルギーを地球が受けて、地球に、ね、エネルギーが当たると熱となります。で、熱となったのが、今度、赤外になって外に出てくるんですね。
それで、大気がなければ地球の温度っていうのはマイナス18度ぐらいですね。ところがその、大気っていうのがあるおかげで、地球の温度っていうのは大体平均温度が15度ぐらいなんです。こういうそのことがですね、まあ、温室効果ということなんですけれども、それがまあ絵の絵ですね。でそれが温室効果ガスがもっとたくさん増えるとどうなるかというと、この、外に逃げていく量が少なくなって、ここがどん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 温まるということになるわけですね。それが温室効果の、まあ、簡単な仕組みということです。じゃあ前回 の、 その地球の温暖化に対する一般的な理解はどうなっているのかということですけども、まあ、地球温暖化の要因というのは先ほど二酸化炭素だということを言いましたけども、この二酸化炭素の、濃度増大が原因となって大気が温まってさまざまな影響が出るというのが、まあ、今の見解ですけれども、もちろんこの、説にはですね、異論があります。長い時間スケール、まあ、数十万年とかですね、そういうその時間スケールではですね、気温の上昇によって、二酸化炭素が増加してくるというその 逆の関係があるんですね。ただ今のですね、特に1980年代からの気温の上昇っていうのはですね、これは、二酸化炭素の増加がこの状況の上昇を増幅しているというのが一般的に、認められている、意見です。で、今、この、二酸化炭素の濃度増大はですね、特に赤字で示しましたようにですね、1980年代からぐっと大気中の二酸化炭素濃度が、多くなっています。左こっちが二酸化炭素の濃度ですね、まあ、280ppm、380ppm って書いてあるんですけども、大気中の1リッター中に何ミリグラムの二酸化炭素があるかというと、ね、100万分の ppm ですね。でそれで今、もうすでに 400ppm を超えてますけれども、まあ、そういう二酸化炭素の増大によって温度が、増幅させる、そういうのが今の、考え方です。でじゃあ最近 の、 その地球規模での炭素の収支はどうなっているかということですけども、だいたい今石油を燃すことによってですね、大気に 6.4 ギガトン、1ギガトンというのは10億トン単位ですよね。だから640億トンの二酸化炭素が大気にまき散らされます。で、そのうちの1ギガトンがですね、樹木など植物に光合成として使われます。で、まあ地球上に戻ってくるわけですね。それから、3分の1ぐらいが海に、溶け込みます。それでその残りの 3.2 ギガトンっていうのが大気に溜まっていくわけですね。それで、昔からですね、1960年代からハワイのマウナロアというところで二酸化炭素を測定しています。それから、まあ、南極でもいろんなところで測定しています。黒い赤いのがハワイのマウナロアの二酸化炭素の、大気中の二酸化炭素の、濃度変化の、経年変化です。それから黒いところが、まあ、南極点のね、経年変化ですけれども、こうやってだん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 、多くなってきています。で、ですね、もう最近 400ppm に、達しました。で、つい最近の新聞なんですけれども、ちょっと見づらいんですけれども、これ静岡新聞ですね。1月26日付の新聞にちょっと出てましたけれども、ですね、ハワイ の、 そのさっきの観測所で、
ですね、今年は 417ppm 達するだろう。今年は特に二酸化炭素が増えている。それは今いつものようなその、二酸化炭素の濃度を散らすのと、もう一つはオーストラリアで森林火災がありました。そういうことで、今年はその大幅に二酸化炭素が増えるだろうというふうに言われています。それで今はですね、この辺り 418ppm ぐらいに濃度が上昇しています。さあ、そういう、まあ、南極というのはですね、まあ、一応温暖化というのが加速してるんだというお話をしましたけれども、ここからその南極のお話をします。じゃあ南極は温暖化してるのかと、してるとしたらどのようになってるかということを少しお話をしていきたいというふうに思います。で、まずですね、その前に南極ってどんなところか、少しお話をしていきたいと思いますけれども、南極っていうのは地球上で唯一究極的な原生自然が残る場所、まあ、そういうふうに言われています。南極大陸っていうのは1820年に発見されました。ちょうど200年前ですね。非常に新しい、発見された新しい大陸です。で、まあ地球上では最後に発見された大陸として、まあ、7つ目の大陸として、第7の大陸とか、あるいは、氷期が続いている氷と雪の大陸、白い大陸、まあ、こんなふうに呼ばれていますけども、まあそういうそのとにかく原生的な自然が残る場所であるということ、それからもう一つはですね、国境のない大陸ということですね。これは南極というのは1961年に、昭和36年ですけども、南極条約というの条約を起こしています。日本も批准してますけれども、そこで、どこの領土でもないという、人類共有共通の財産であるということが決められています。で、ちなみに南極条約というのはですね、領土権の凍結、軍事的利用の禁止、あるいは、環境保全、科学観測での国際的な協力というのをここでやりましょうということになります。ということで、ここに書いてありますように、南極条約というのはですね、まあ、南極条約というのは、言ってみれば日本の、まあ、それぞれの国の憲法みたいなもんです。だからこれを守らないと、この南極観測、南極で活動ができないわけですけども、そういう意味で、南極条約というのはですね、人類の理想を先取りした条約なんですね。で、それを適用した南極地域っていうのは、人類の理想を先取りした平和の地とよく言われます。これが全世界に広まるとね、またこれが非常に、地球はその平和になるんだろうと思うんですけど、そういう場所が南極なんですね。で、じゃあその南極ってどんなところかもう少し、詳しく見ていきますとですね、南極は氷に覆われた大陸です。それから周りは冷たい、深い海に取り囲まれて、こんな形をしていますね。で、南極大陸、ですけれども、面積が1400万平方キロぐらいです。こんな風にお供え餅みたいになってます。日本の約40倍ぐらいの面積になりますね。
ここは氷と雪の大陸です。で、まあ、平均の氷の厚さは、2500メーターぐらいあります。ですから地球上の淡水の 70% 以上をここに保持してますので、これがもし全部溶ければ地球の海水面が60メーターぐらい上がると、そういうふうに言われています。それでここの環境はですね、まあ、低温で乾燥してて栄養が少ないと、ね、まあ、そういう意味では生物の生存にはあまり適さないという場所になるんですね。それからじゃあ海の方ですけれども、海の方、南極海いますけれども、これは大体面積としては4000万平方キロぐらいになります。こういう東向きの寒流が取り巻いて、おります。それで、大西洋とかインド洋とか太平洋とつながってますけども、一つの南極海というその一つの、海洋学的な特性を持っています。でここは非常に冷たい海ですね。でここの特徴はですね、海洋が発達する冷たい海ということになります。でここは、温暖で不栄養、温暖というとなんかおかしいですよね。大陸に比べると温暖、海の水っていうのは、まあ、海水の栄養含まれてますからマイナス2度で凍るんですね、まあ、水と違って。でもマイナス2度より下がることはない。そういう意味で大陸の方はマイナス60度、70度になりますけれども、海の方は、マイナス2度より下がることはないということで、生物の生息場所としてはですね、これは、非常に温暖ということになります。から、栄養豊富です。ですから 南極の海には生き物がたくさんいるんですね。さて、それで、南極のユニークさ、南極っていうのはもうす、どんなところかもう少し、細かく見て、いきたいと思うんですけども、南極のユニークさっていうのは3つぐらいあります。で、その一つはですね、南極の環境っていうのは地球の核の環境を保存している、まあ、いわゆるタイムカプセルなんですよということですね。それから、南極の場所っていうのは大気とか海洋、そういうものの、地球を取り巻くそういうその、海流とかですね、風の流れ向きですね、まあ、そういうのを、大気とか海洋の循環システムって言いますけども、そういうものを動かす力をこの南極域というのは、持っている、まあ、駆動装置という言い方をしますけども、そういう、場所なんですね。だから、地球 この温度の調節機能に大きく関わっている場所なんです。それから、人間活動から遠く離れていますから地球全体の環境の変化を監視するという意味ではですね、とても重要な場所なんですね。こういう、非常にユニークな場所が、南極ということになるわけです。で、まあ、そういうことで、南極というのはですね、地球の過去と現在、それから未来、こういうものをその予測することができる地球上ではですね、唯一の場所、非常に大事な場所ということになります。では先ほど言いました、南極の氷床というのはですね、地球の環境のタイムカプセルだという話をしましたけれども、南極の氷というのはですね、降り積もった雪が固まって、自分と申し上げてこう固まった、そういう場所なんですね。それでですからこの南極の氷床にはですね、雪が降った時の空気、あるいは火山灰、あるいはその花粉
まあ、いろんなものがこの雪の中に氷の中に、閉じ込められている。だからそれを調べてやると、数十万年、まあ、場合によっては100万年ぐらい前までの地球の気候変動を調べることができるね。それでこの、このドーム富士っていうのはその、南極大陸の真ん中にありますけども、昭和基から、1000キロぐらい標高が富士山より高いところですけども、そこであのボーリング調査をしたんですね。ここはあの氷の深さが3000メーターぐらいあります。でそこで、氷を取って調べたのがこれです。これはあの2500メーターぐらいのコアを取ってますけども、これで大体34万年ぐらい前までの、湖環境を復元することができるわけですね。で、これで分かったことはですね、過去34万年の間にはですね、寒冷で氷床が発達していたいわゆる氷期っていうのが3回ぐらいあったということですね。氷期、こことこことここですね、3回ぐらいあります。それから現在のように暖かい、環境期っていうのが4回ぐらいということが、分かりました。しかしほとんどの期間ではですね、現在よりも寒かったんだということもこの、氷のコアから分かったんですね。こういう意味で、南極の氷床っていうのはタイムカプセルということになるわけです。で、あの南極の氷床というのはですね、こう、大陸から氷河となってこう流れ出して、これはあの幸せ氷河という、氷河ですけども、大体、1年に 2.5 キロぐらいこう流れて、ね、まあ、1日あたり7メーターぐらいずるずるずるっと海の方に流れてる。で、最後にこういう、南極の氷山ふたっと、ってそれがだん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 溶けていくということになるんですね。さて、じゃあ南極は温暖化しているのかということなんですけども、非常にあの小さい図で恐縮ですけども、結論からいくとですね、南極半島っていうのはこっちの方が南極半島、ね、南米の、南になりますけども、この辺りはですね、非常に温暖化しています。ですけれども東側の南極ですね、こっち側が東南極と言いますけども、消費者と言います。で、ここはあの温暖化してないという、で内陸はむしろ寒冷化しているというふうなことが言われています。で、あのこのファラデー基地っていうのがありますけれども、ここ南極半島ここにあるんです。で、これはあの1950年代から気象観測をやってますけども、このファラデー基地というのはですね、この70年の間に気温が大体3度ぐらい上昇しています。だから南極半島というのは大体このファラデー基地以外にもほとんどこういうその温暖化が進んでいます。ところがですね、昭和基地も1960年ぐらいから気象観測をやってますけども、これはほとんど温度が変化してません。まあ、こういうふうにですね、場所によってですね、温暖化しているところと温暖化しないところ、内陸が寒冷化してると言われてます。そういう場所があるんですね。なかなか一筋縄でいかないですね。で、つい最近昨日の新聞にですね、これ静岡新聞に、アルゼンチンのエスペランサっていう基地、さっきのパラディクスのすぐそばですけども、エスペランサっていう基地で、ですね、つい最近昨日、おとといですね、2月の7日に、6日ですか、2月の6日に、気温が 18.3 度を記録したという、今までにない、気温ですね。そういうことが報じられました。ですから南極半島の方っていうのはもう
ますます温暖化しているというのが、まあ、現状だということだと思います。じゃあその、南極の大陸の氷が増えているのか減っているのかということなんですが、これはですね、これは IPCC からの報告。ですね、これはあの、南極の、氷っていうのはですね、実は全体的には減少しているところがですね、南極半島の方はかなり減少しているけれども、こっちの内陸の方は増加しているというふうなことが言われています。それでなぜそういうふうになるかというと、温暖化によって水蒸気が、それでそれが、内陸の方に吹き風が当たってですね、それがその水蒸気が氷になって、大気のその氷を、大陸の氷上の氷を増やすということが言われております。そういうようなことで、南極はですね、かなりいろんな意味で、大陸の方は、そのいろんなところが、温暖化しているのか、寒冷化しているのかというのはよく分からないことが多い。で、次にですね、海なんですけれども、まあ、南極海は先ほど言いましたけれども、海氷が発達する冷たい海です。で、ここはあの昔は南極洋って呼ばれてました。しかし、あの捕鯨の、終わりとともにですね、こういう言葉は使われなくなりました。今は南極海という、面白くも何ともない言い方をしますけども、ね。で、その南極はですね、海氷が発達すると言いましたけれども、南極の海氷面積っていうのはですね、大体、この白で囲いましたけども、冬は2000万平方キロぐらいの氷に覆われますね。で、夏だと、360万平方キロぐらいで、これが、ですね、北極も同じように、夏と冬で増えたりできたりするんですけども、南北の海洋の面積というのは地球の海洋の面積の、数パーセントを占めます。で、特に南極は、夏に 80% ぐらい食べてなくなってしまうような、そういうその非常に季節的な象徴が激しい場所なんですね。それで海洋がなぜ重要かということなんですけれども、海洋の循環システムを動かす駆動力になってですね、で南極海ではですね、海氷ができると、まあ、冷やされて海氷ができると、南極の低層水っていうのその重たい水を作り出します。でこれが、世界の海洋の低層に沈み込む、大体低層水が形成される場所はこういう氷が張る場所、はい、ということで、じゃあここだけ話ですね。そういうその低層水が形成されて、ですね、それが、海洋の循環のパターンを強さを決めているんですね。それで、こういう沈み込むことによってですね、海洋がその、循環してるんですね。こういうグリーンランドの場所、それから南極の場所で、重たい水が沈み込んで、それがずっと低層を流れていってですね、一部がインド洋、一部が太平洋に流れていきます。それで、ハワイ沖で融資をして、それがまた、この、大西洋の、場所にグリーンランド沖に戻っている、こういうその海洋の大循環を引き起こすね。でこの一回り巡りで2000年かかると言われています。これがですね、世界 の海洋大循環を駆動して、世界あの地球規模の気候に影響を及ぼしているということになります。それで、
そういう、地球規模のですね、その海洋の循環が止まるとどうなるかっていうと、ですね、こういうそのいろんなところに、影響を及ぼす。温暖化によってそういうその低層の沈み込みが弱くなる。弱くなると、海洋大循環が、滞ることによって、大島が寒冷化したりとかですね、温暖化するけども大島が寒冷化する、そういうようなことが起こってきちゃうということで、なかなか難しい、ね。で、なんかもう時間がないようですので、これで最後にします。じゃあ南極海の海氷増えてるのか減ってるのかということなんですけども、温暖化しているにもかかわらずですね、南極海の海氷っていうのはですね、増加していることが言われています。北極の海氷っていうのはもう確実に減ってますけども、南極の海氷っていうのは、ね、どういうのか増えてるんですね。でこれがあの冬の、南極の海氷の張り出し、これが、夏の、凍った下氷の張り、残った部分ですけども、こういうその一番張り出した海氷の面積がだんだん最近は増えていることが言われている。なぜ温暖化しているのに増えているのかというのはよくわからない。南極が温まっているなら、南極の海氷が増えていてもいいんですけれども、なかなかそうはいかないという、でそういうそのことが起こるんですね。ですから南極域も、温暖化していることは事実ですけれども、その現象というのは極めて、複雑なんですね。解釈が難しい。で、ストレートにその人間の側のシナリオのようにはいかないというところがある。で、あるときにこういうことが、徐々に、起こって、カタストロフィックに崩壊に向かうというのかもしれないですね。まあ、これがその南極海の、温暖化の状況なんですけれども、すいません、その際これからその生き物の話をしようと思いましたけど、ちょっと時間が、ないようですので、またあの、次の機会がありましたらですね、南極の生態系の変動の話というものを、させていただきたいというふうに思います。で、今日はどうもありがとうございました。